みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回は、大きいアンプの使い方、イエーイということで、アンプの使い方をお話しさせていただこうかなと思います。以前、ちっちゃい家庭用アンプの話はしたことがあったんですけれども、こういった大きいアンプの話をしたことがなかったので、ちょっと今回そんな話をしてみようかなと思った次第でございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。皆さんがバンドとかでリハーサル入ったりとか、もしくはその、個人練習とかで音作りするみたいな感じでスタジオ入ったときに、こういった大きなアンプ目にするかと思います。やっぱり慣れないとこう、ね、うわ、こんなでっかいの触ったことがないぜ、どうしたらいいんだ、ベベつってこう戸惑ってしまう気持ちもわかるかと思うんですが、わかるんですけれども、そんなに難しい話ではないので、よかったら覚えておいていただけると嬉しいなという感じです。とりあえず、スタジオ入ってこういうマーシャルみたいなそのフルチューブアンプを使う場合は、もうスタジオ入ったらとりあえずコンセントをつないで、もうこの赤いパワースイッチ、もうこれは入れておきましょう。この状態でなんかギターをこう、ケースから出したりとか、エフェクターを準備したりとかするとすごく良い感じです。とりあえずもコンセントをつないでも、このパワースイッチを入れてしまうことです。で、どうしても使い方がわからなかったら、一番のいい最善策、一番いい解決方法は、もう店員さんに聞くです。もう本当にわからなかったら店員さんに聞きましょう。店員さんも聞いてほしいと思っています。なんでかというと、これ高いから。壊してほしくないわけなんですよ。なので、下手な使い方をするぐらいだったら、もう聞いてくれても店員さんも思っているので、いろいろこう触ってみて、やっぱこれわかんねえなと、ダメだと思ったら、もう素直に店員さんに聞きましょう。別に店員さんもそこでね、めんどくせえなとか、なんか、そんなことも知らねえのかよみたいな感じに思ったりすることはまずないので、困ったらちゃんと店員さんに頼りましょうということです。ではでは、パワースイッチを入れて、この真空管を温めておくわけです。ちょっと詳しい話はすっ飛ばすんですけれども、なんかこう、チューブアンプっていう種類のアンプ、これチューブアンプなんですけれども、この手のアンプって、ある程度電源を入れておいて、その本体を温めておかないと、音が出ないようになっているので、とりあえずその真空管を温めるために電源をオンにしておく必要があるということです。別にすぐ出るっちゃすぐ出るんですけれども、ちょっとね、1分ないしは2分ぐらい温めておくと、後々スムーズになるので、先にパワーボタンを押しておきましょう。で、ギターとかを接続して、これで音が出せるな、OK だなと思ったら、この隣のスタンバイボタンを押して、音を出していきます。マーシャルの場合は、表にパワースイッチもスタンバイスイッチもありますけれども、フェンダー系の場合は、裏側にここら辺、にあったりする場合もありますし、ボックスの場合だったら上の方に、ここら辺にあったりとかします。これ、アンプによってその場所の位置がまちまちなんですけれども、そんなにたくさんの種類があるわけじゃないので、大体マーシャルとフェンダーとボックスぐらい覚えておけば十分かと思います。覚えておいてください。パワースイッチをまず入れておく。で、準備が整ったらスタンバイを入れるという感じです。ではでは、ちょっくら真空管が温まってきたと思いますので、とりあえずスイッチを入れてみましょう。スイッチオン、バン。で、今、つまみが全部ゼロの状態なので、もちろんこれでは音があって、これで音が出たらそれは故障なので、店員さんに即相談しましょう。店員さん、音が出ちゃってるんだけど、どういうことつって、ちょっと画面を近づけましょうか。ペレンペペン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 こんな感じのつまみがたくさん並んでおりますね。もう本当にこれ、なんだこれって感じですよね。なんだこれって感じです。とりあえず、スタンバイスイッチを入れて、適切な設定をすれば音が出るようにしておきます。適切な設定をすれば音が出るようにしておきます。で、こういうアンプの使い方をその全部丸暗記しようとしない方がいいです。どういうことかというと、ちょっと探り探り触って、使い方を覚えていくんですよ。僕も正直このアンプ全然触ったことがないので、使い方とか全然わからないです。でも、こういうアンプを目にしたときにどうするかというと、とりあえず僕は、このイコライザー部分をまず真ん中にしちゃいます。このベーストラブ、ベースミドルトレブルとかですね。この辺をまず真ん中にしちゃいます。で、ゲインとか、これガッと上げておくと急に音が出てびっくりするので、9時、ないしは8時ぐらいにして、ボリュームとかもそのぐらいにしておきます。で、ギターの方は適当にもバンバンと鳴らしておくわけです。こっち側で適切な設定ができていれば音が出てくるはずなので、適当にもう開放弦をババババッと鳴らしながらつまみをいじっていきます。とりあえずこの辺を上げてもまだ音が出てきてないので、音を出すためにはここだけじゃなくて、こっち側の設定も必要そうです。ちょっと適当に上げていってみましょう。これは関係ない。
これは関係ない。出た。ほんほんほん、どうやらここが最終的な音量を出すつまみらしい。なるほど、なるほど。ちょっとこの辺を上げてみよう。関係ない。この辺を上げてみよう。関係ない。これもリバーブって書いてあるし、関係ないかな。OK、ここです。ここと。そうですね、この辺も結構音量が変わりますね。ここすごい関係がありそうです。ここの列関係がありそうです。そうですね、ここの列とっても関係がありますね。原因を上げるとちゃんと反応します。なので、ここの列は関係ないですね。ここいらないです。ここいらない。なので、この列とここで音作りをしていくということが今の流れでなんとなくわかりました。で、ちょっとこうね、歪みを抑えたいので、原因をこう低く設定するんですけれども、まあ、やたらと強く歪んでいると。こんなに歪んでなくてもいいんだけどな、どうしたらいいんだろうって見たときに、ここになんかボタンがありますね。なんか赤くなってます。赤くなってます。この赤いボタンを緑色とかにすると、なんかいいんじゃないでしょうかっていうね。そうですね、このボタンを押すたびに、なんかこう、音色が変わります。そうですね、この緑で音作りをしていってみましょう。で、ちょっとこう弾いたりとかして、ちょっとずつ調整をしていくと。これで大体解決しました。あとはそのバンドの皆さんとその音を出し合って適切な音量に設定すれば OK という感じです。で、ちっちゃいアンプの時と全く同じ話をするようなんですけれども、トレブル、ミドル、ベース、この辺のイコライジングに関しては分かんないと思うので、もう真ん中に設定をしましょう。もう真ん中、上です。真上です。真上になるように設定をしましょう。で、ゲイン、これを上げれば上げるほど歪みが強くなるわけなんですけども。これもその、ね、好みの量というものがありますので、その適切な歪みの量をここで設定しましょう。で、歪みの量を設定したらば、ボリュームで、音量を設定しまして、で、最終的な音量をここで調整すると。そのバンドの人たちとここと音を合わせてみて、まあ、ちょっとギターの音が大きいなと思ったらここで下げて、ギターの音が小さいなと思ったらここで上げてという感じの使い方ができるわけですね。で、他のそのボタンとかいろいろあると思うんですが、まあ、こういったものに関しては、個人練習とかで入ったときにいろいろポチポチ押して、その使い方を探るというのがすごく正しいところでございます。なんて言うんでしょう。僕はすごい個人的に、あ、いや、この話は最後にしましょう。そんな感じでその、ね、使い方を探っていくわけでございます。で、こんな感じで音作りをして、うまく使えたらやったねということです。で、電源を切るときは必ずボリュームをゼロにしてから電源を切るようにしましょう。一番やっちゃいけないのが、パワースイッチオンです。スタンバイスイッチもオンです。で、こっちで音が出る準備、万端になってますと、音が出ますと。この状態でこのシールドを抜くことです。もしくはそのギター本体の方からシールドを抜くこと。これがアンプにとって一番やっちゃいけないことなので、本当に絶対にやらないでください。ギター本体のシールドとかを抜き差しするときは必ずボリュームをゼロにするか、もしくはスタンバイスイッチをオフにするか。スタンバイスイッチをこのオフにしても、しばらくの間、このちょっとの間は音が出るので、5秒ぐらい待ってからにしましょう。もしくは10秒ぐらい。すぐに抜いたりとかするとまたこう痛めてしまうので、スタンバイを必ず切って、しばらく置いてから抜き差しをするという感じです。で、一番いいのが、電源を切るときとかは、人差し指とか中指とかで、こう、ババババッとつまみを全部ゼロに振り切って、全部つまみをゼロにしてから、スタンバイスイッチを切り、で、しばらく5秒、10秒ぐらい待ってから、このメインのパワースイッチを切るっていうのが一番優しい使い方になります。はい。これでバッチリ、スタジオの方にも怒られないということです。最後にこうゼロにするということがすごくポイントなので、覚えておいてくださいませ。これは別にマーシャルに限らず、どのアンプでもそうです。トランジスタのアンプでもそうです。必ずボリュームをゼロにしてから電源を切るように
癖づけておいてくださいませ。なんとなく、ざっくりとした内容ですけれども、把握はできましたでしょうか。さっきちょっと言いかけた話なんですけれども、このアンプの種類というのはすごいこうたくさんあるわけですよ。マーシャルと一言と言っても、ね、すごいもういろんな種類があるし、800って一言と言っても、もうマーシャルの800のなんかこう、ね、いろんな派生があったりとか、マーシャル900の派生とか、2000の派生とか、もうこれとかも JVM ってやつなんですけども、なんかこう僕も全然もう分かんないです。分かんないです。なんで、もう覚えるんじゃなくて、そのいじって覚える。いじって使い方を知るということがすごい正しいアンプの使い方かと思います。もう一から全部覚えようとしてもちょっと無理があると、ちょっと機種が多すぎて。なんて言うんでしょう、その英語、いきなり何の話だって感じですけども、英語を覚えようと思ったときに、その英語をしゃべれるようになろうと思ったときに、英単語をこの必死でこの覚えたりとかすると思うんですけれども、そういった勉強って実は結構 NG だったりとかするんですよ。僕が思うに、その英語をちゃんとこう学ぶために、カバゼーション、その会話をするために必要なものというのは、その質問する能力だったりとかするわけですよね。別に単語を知らなくてもいいんです。この間テレビでやってましたよね。そのなんだっけ、お土産、スーベニアとかをその知らない芸能人さんをこう笑うみたいな感じの、なんかあざ笑うみたい なんかそんなの番組があったんですけども、スーベニアなんか知らなくてもいいんですよ。ただ、そのスーベニアって何って聞いたりとか、そのこういうお土産って何て言うのっていう質問する能力を身につければ、もうすべてが解決するんです。こういうアンプに関してもそうです。その使い方をすべて丸っきり、もう丸暗記するんじゃなくて、どうやって使うのかなってこう、ね、探る能力が一番大事なわけなんですよ。なので、なんかこうね、全部覚えなきゃいけないのかなとかって思ったりするかもしれないんですけども、そんなことは全くないので、どうか安心して、さっきの参考にいじくってみてくださいませ。何度も、何度も、何度も、再三言うようですけれども、本当に困ったら、これわかんねえぞってなったら、ちゃんと店員さんに聞いてください。店員さんに、すみません、すみません、ちょっと申し訳ないんですけれども、ちょっと忙しいところごめんなさい。ちょっとアンプの使い方がわかんなくて困ってますと、音が出ないです。ちょっとどうにかしてください。教えてくださいって言えば。ちゃんと店員さんも、ね、丁寧に教えてくれますので、ちゃんとそこはパチッと頼りましょうということです。ではでは、ちょっといろいろまたベラベラとしゃべりましたけれども、以上でございます。もし何かありましたら、コメントの方にバババッと書いていただければ、わっちゃかちゃかちゃと、ちょっと時間はかかりますけれども、返信をさせていただきますので、何かありましたらお気軽にコメントしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。はは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 。